はいどうも、モーリーです。今回は5月24日週、元湘南ベルマーレ所属選手の活躍をピックアップしていきたいと思います。その前にまだチャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、今回ピックアップした選手はご覧の通りになっております。今回は5月24日週の試合が対象となっております。活躍した試合のハイライトは概要欄に貼っていますので、ぜひ確認してください。それでは、まず J1 から。1人目、山根美希選手。この週は2試合試合があったんですけれども、両試合ともね、活躍をしておりました。まずは、川崎フロンターレ対湘南ベルマーレ、1対1の引き分けでした。この試合、先制点を奪われるものの、同点弾のアシスト、山根選手が記録しました。得意の攻撃参加からペナルティーエリア内に侵入し、レアンドロ・ダミアン選手へのラストパスを出し、アシストを記録しました。また、湘南相手に得点関与をしましたね。そして、川崎フロンターレ対鹿島アントラーズ2対1。この試合先制点のアシストを記録しました。これでね、3試合連続アシストというところで、アシスト数が7、J1 のアシストランキングトップという形になりました。山根美希選手は今季2得点7アシストを記録しております。所属チームの川崎フロンターレは今季20戦負けなしと J1 首位をしっかりキープしております。さあ、そして2人目、岩尾健選手。岩尾選手も2試合連続で得点関与をいたしました。まずは徳島ヴォルティス対ガンバ大阪です。1対2で敗戦してしまいましたが、この試合 PK を沈めて今季2得点目。まあ、同点に追いついたんですけれどもね、再びガンバに得点を奪われ、敗戦という形になってしまいました。そして週末、徳島対湘南1対1の引き分けでした。先制点のアシストを記録しました。素晴らしいね、ピンポイントクロスからの先制点を演出したんですけれども、その後ね、追いつかれてしまい、引き分けという形になりましたね。湘南は2試合連続で、古巣の選手に得点関与されてしまってますね。岩尾選手は今季通算2得点、2アシストという形になりました。徳島ヴォルティスは現在13位、降格圏との勝ち点差が5となっております。このまま降格圏に落ちないように頑張っていきたいところですね。さあ、そして3人目、神谷雄太選手。神谷選手は柏レイソル対ヴィッセル神戸戦1対2で敗戦してしまいましたが、2点ビハインドの場面からセットプレーを蹴り、素晴らしいアシストを記録しました。神谷選手は今季1得点2アシストという形になりました。柏レイソルは現在16位と降格圏のギリギリとの差になっておりますね。リーグ戦では5月は1勝もできておらず、この中断期間でしっかり立て直しを図っていきたいところです。さあ、続いて J2 です。まずは1人目、秋元陽太選手。愛媛対相模原の試合、1対0で勝利しました。この試合では、愛媛を3試合ぶりのクリーンシートに導きました。愛媛は現在19位と降格圏に沈んでおります。秋元選手の活躍でね、クリーンシートを増やし、勝ち点を増やしていきたいところですね。さあ、そして2人目、松原修平選手。群馬対栃木、0対0という結果になりました。群馬は7試合ぶりのね、クリーンシートという形になりましたね。群馬も現在20位と J2 でも降格圏に沈んでおります。しっかりね、松原選手の活躍で、失点さえしなければね、勝ち点を増やしていけるので、降格圏を脱出していきたいところですね。さあ、そして J3 確認していきましょう。まずは1人目、樋口博樹選手。福島対岩手2対1で勝利しました。この試合1得点1アシストと大活躍でした。これで樋口選手は今季2得点1アシストという形になっております。チームも福島は現在3位と昇格争いをしております。チームも4連勝と調子が上がってきているので、このまま J2 昇格へ勝ち点を積み上げていきたいところですね。さあ、そして2人目、西部陽平選手。富山対鳥取3対0で勝利しました。この試合で2試合連続のクリーンシートとなりました。富山は6試合負けなしで現在 J3 首位となっております。この勢いのまま無失点を増やしていき、 J2 昇格を狙いたいですね。さあ、そして3人目、広瀬健太選手。長野対鹿児島、1対2の敗戦という形になりました。コーナーキックの場面だったんですけれども、ヘディングで中に繋いで、今季初アシストとなりました。長野は現在10位となかなか勝つことができていません。広瀬選手の活躍でね、少しでも勝ち点を積み上げて順位を上げていきたいですね。はい、ということで、本日は8名の活躍をピックアップいたしました。今週も元湘南選手の活躍が楽しみです。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また、次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。